は岡山です。前節からメンバーを3人入れ替えました。ゴールキーパーは堀田、最終ラインは本山、ヨルディバイスは6試合ぶりのスタメン、そして鈴木、ボランチは古巣対戦の若さ、2列目は右に末吉、左に高木、インサイドハーフは田部井と千葉です。2トップはステファン・ムーク、チアゴ・アウベスとなっています。一方の秋田です。前節からメンバーを2人入れ替えました。ゴールキーパー囲い、最終ライン藤山、小柳、川野、斉藤隆二、ボランチは井上、そして出場停止明けの諸岡、右に中村、左に畑、ツートップは斉藤啓太と青木です。はい、そうですね、しっかりと中央でブロック作って守るというのが両チームの。さあ中に入ってきた、左に広げて斉藤隆二、左足クロスを入れてきた、ヘディング、枠を捉えることはできませんでした。急いで戻る秋田、奪いました、そしてクロスを上げていく、ヘッドで来るか、こぼれ球、ナイスキーパー堀田、まだ続いています。ただキーパーの堀田がよく守りました。先ほどは同じような位置で千葉に当たりましたが、次はどんなボールを蹴ってくるでしょうか。ただのフリーキック、直接来た、ただ大きく枠をそれました。目安の時間は残り30秒ほどとなっています。ロングスロー、さあこのこぼれたところ、シュートできた、入った。前半アディショナルタイム、先制したのは秋田。サポーター席が揺れています。この押し込んでいる時間帯の中で決めたのは畑純喜。ここもロングスローからでしたけど、まあ、うまくセカンドボールに対して畑選手がこの浮いているボールに対して、まあ、しっかりイミートしたのもありますけど、このボールが落ちてくる瞬間にこの足を振り上げているので、しっかりまあ、うまくミートしましたよね。変化を生み出すことができるか岡山、左サイド広げて高木、戻して鈴木を仕掛け、縦へのパス、ルカオ、ヒールで田中雄大、チアゴ・アウベス倒されてホイッスルはありません。このカウンターが飽きた、斉藤啓太、運んでいく、シュートできた、入った、カウンターが見事に決まりました。斉藤啓太、2試合連続5ゴール目、追加点を奪ったブラウブリッツ秋田、気合を見せました斉藤啓太です。まあ、この奪ってからがまず早かったですよね、秋田の攻撃が。でしっかり抜けて、あとはもう斉藤選手のこのスピード、ドリブルのコース取り、そしてシュートもゴールキーパーの位置を見て、まあ、この自分のタイミングでシュートを打てたので、まあ、素晴らしいゴールですね。若さのボール、グランダーのボール、ルカを収められるか、こぼれたところ、チアゴ・アウベス、これは浮き球になりました。ベンチで準備を進めています。スローインからボックス内、シュートできた、井上のシュート、これは左にそれました。若さ、中に切り込んで木村隆也、ヒールで落として河合のシュート、斉藤隆二に当たりました。河合のミドルレンジからのシュートでした。まあ、ここでスイッチ入りましたよね、この若狭選手の斜めのパスで、木村選手のフリックで河合選手でしたけど、跳ね返す、ここで長いホイッスルが鳴ります。秋田が2対0で勝利、4試合ぶりの勝ち点3、アウェーの地で連敗は3でストップさせました。前半に1点、後半に1点と積み重ねて2対0、見事な勝利を収めています。